頼む、帰ってきて、帰ってきてくれ。おいおい、酒気帯びで捕まるぞ。ういー、工場のおばちゃんのエキスめー。え、熟女好きだったの？ノーコメント。結局口噛み酒、誰のエキスが入ってんだ。朝日テレビの谷岡さん。テレビ局に電話？もしかして。今メールで送った音声データ、聞いた？嘘みたいでしょ。でもちゃんと、小日向課長の肉声だよ。おう、テレビ局に打った。ちなみに他の局にも送ったから、速報 RTA、タイマースタートね。え？総務省のゴロつきが来てる？え？情報嗅ぎつけるの早くね。君ら古代メディアがそこで日和るのは、そっちの勝手だけどね。先にネットでインフルエンサー数人に、拡散させといたから。お前、人たちつけるのうまいよな。後で、政権に屈したマスゴミ、って叩かれるのがオチだよ。私は事実を言ってるだけよ。娘さんのピアノ発表会、うまくいくといいですね。もうそれは脅しなのよ。では、吉野に。あんなこと言われたら取り扱いたくなっちゃうよな。さ、次、こうなったら、ゆっくりしてる場合じゃないのよ。次は誰に？もしもし丸岡しおりさんの、ご遺族の方でしょうか。丸岡って丸岡？死んでないっすよ。お、捨ててきたのに生きてたか。ジェノサイドの片棒担いでいた罪悪感で、若干死のうかなとは思ってますけど。まあ、気持ちはわかる。罪滅ぼしの後でもいいだろ、お前にはまだやることがある。神社から結界を奪い、田舎町を悪用でジェノサイドする。ここまでなら、霊夢商単独でも、可能っちゃ可能じゃん。でも、村公式サイトや、SNS アカウントの抹消、地図アプリからも消滅、ってレベルで隠蔽となればさ、もうその村自体なかったことにしたんだな。他の省庁、与党幹部、通信、SNS 大手各社も、来るって考えるのが、自然じゃない？うわ、マジかよそれ、国絡みで隠蔽？それを確かめる方法、一つしかなさそうっすね。前に松原のガレージで、悪ノリで作ってたあれ、動かせる？うん、またよからぬものか？はい、若干剣道着みたいな匂いしますけど、じゃ本当に、やるんすね。なんかわかんないけど、あやねちゃんの遺言だからな。お礼参りに行くぞ、役人の基本だからな。どえれいことになってます。まあ、味でどえれいことになってる。霊夢商による雑賀村での大量殺人事件は、戦後最大のスキャンダルに発展。議事堂前、官僚前のデモ隊は暴徒化。機動隊、自衛隊の発砲により、死傷者多数。肝心の霊夢商は、警察による事務所捜索を拒否し籠城。本省ビル前で、睨み合いが続いてる感じっす。多分その警官隊も、伊田政権の差し金だろう。本省捜索を口実に、現政権が関与した証拠を消すつもりだ。その前に乗り込み、すべての証拠を回収する。第一目標、26回、サーバールーム管理端末。第二目標、27回、指導審議官。パトカー当たりますけど。当てろ。当てて、大丈夫。ああ、もうなんでもありか。白霊霊夢。特定霊災区域侵入、及び内乱の容疑で逮捕する。私ってば有名人なのね。おおむね認めるけど、なんで私ってわかったの？こんなバカやるやつ、他にいないっすよ。言うようになったな、お前。ま、一挙暴れてくるか。覚悟はいいですか皆様ー。かっこよく登場したけど、パパ活本舗とかいうトラックから降りてきてるからね。はい皆さーん、いで、かっこよく登場した割には、おい、こんな痛い手な少女にいい大人が寄ってたかって、わおー、こっぱみしん。ああ、次から次連鎖して大爆発だよ。案外簡単に乗り込めそうですね。ということで霊夢商お邪魔しまーす。いや、お邪魔しますっていうか私の職場に。一歩も退くんな。なになに？すっごい歓迎してくれるじゃん。なんで俺までドンパチやんだよ。国会出資格だぞ。最難関だぞ。官僚までこんな痛い系な少女のためにご苦労様です。痛い系？あらー、なんか高そうなオブジェも壊してしまいましたわ。まあ、いいか。いや、っていうかこの爆発、手榴弾かなんかだと思ってたけど、お前のその銃なのかよ。正解。なんか爆発する銃もらった。うわぁ、人一人に対してその爆発はえぐいて、人一人に対してこの爆発はもったいないので、皆さん一箇所に集合してください。集合してくれたら楽なんだけどな。はい、じゃあこの銃の威力をとくとご覧あれ。わお。よし、一気になんか偉い人のところまでエレベーターで行くぞー。ゲームオーバーです。私も乗りまーす。ちょ、乗せてくださいよ。エレベーターの中が大変なことにー。さあ、上参りまーす。ふぅ、一息つけそうだな。まずは、サーバー室だっけか。アーマーがボロボロだ。
脱ぐわ。それ結構いい仕事したよな。それなかったらボッコボコだったぞ。25階は入り組んだオフィスフロアっす。取り回しのいい、自動小銃と散弾銃を使い分けてください。多分使い分けられない。議事堂あれ、大丈夫そ？全然大丈夫じゃなさそうだけど。緊急招集の本会談場に、ボートが乱入し放火。正確な死者数は不明ですが、かなりの補欠選挙が行われるでしょうね。先輩も立候補したらどうすか？いいね、それ、次の職は議員か、悪くない、無理だよ。これの景気終わったらね、さ、まだまだ暴れてやりますか？出てすぐまた歓迎ムードですか？白霊さんやめてください。こんなことして何になるんですか？元同僚を殺す趣味はないんだが、約束したんでな、友達と、そして私がめちゃくちゃスッキリする。スッキリするって理由で同僚に発砲したらダメなのよ。向こうが先に撃ってきたんで正当防衛ですね。うぐう、死にそう。はい、あなたは殺人の容疑で豚箱行きでーす。自分は正当防衛だとか言ってたくせに、こっちは西賀村のみんなの遺言受け取ってんだ。仇取らねえといけねえだろ。ああ、そうやって隠れて待つのどうかと思うなー。そこはもっと正々堂々と行きましょうよ。こっちだって女一人で正面入り口から入ってきてるんですし、ほんと頼もしいよ、お前は。よし、セキュリティルームはあと少しだ。フルアームド木村を倒せ。何？フルアームド木村って。白霊、おっさ、俺も装甲服作ってたんだよ、死ね。誰だか存じ上げませんが、それじゃあフェアじゃなくないです。こっちだって脱いでるんですから。やるじゃん木村、でも私が脱いだ後に出すのズルだから、死ね、全弾ぶち込んでやるから来いよ。あ、全然貫通する感じがしない。退避、退避。威勢のいいこと言ってた割には尻尾巻いて逃げた。フラッシュ版でひるませて、一気に叩き込むといいっす。こりゃ手榴弾ぶち込まないと無理だな。残念、この時の霊夢に丸岡の声は届いていなかった。なんか見えない壁に阻まれてる。逃げる、逃げるが勝ち。いや、倒さないと勝ちにはならないですね。手榴弾ぶち込んでやるわ。なんかうまいことポケットに入れ。逃げろー。霊夢さん、手榴弾って爆発するまでに少し時間かかるんで。全然当たってないですね。木村、娘さん元気が一番だよな。反射みたいな脅し方すんな。娘さん小学生だっけ？死ぬー。手榴弾当たれよ。うまいこと移動するのに合わせてぶつけないと。これは当たったろ。ちょうど投げたところに来たろ。当たらないんだなー。これが、なんとかなってくれー。霊夢さん、ここで手榴弾が切れました。いやもうこのまま強行突破でサーバー室行くか？お？やったー。木村を倒したぞー。こちら白霊、このままサーバー室に乗り込みます。サーバー室のドアはアンロック済みっす。そのまま入ってください。さすが丸岡。まあ逆の道来ちゃったんですけど。お前は相変わらずで。まあ逆の道を来ちゃったことにより普通ならアイテムとかを拾えたりするんだけど、この世界普通じゃなかったわ。セイラー服のコスプレした女が銃ぶっ放してるだけで普通じゃないからな。コスプレじゃないって言ってんだろ。それ言ったらマリサだって魔女のコスプレだからね。これはれっきとした私の私服だっての。死んでる奴にさらにヘッドショットをかましたところで、霊夢さん、それは死体打ちって言います。ここがサーバー室？なんか様すぎるんですけど。ルートアクセス確保、転送チャンネル構築、船と関連と重しきファイルを自動集積しつつ転送中。てか、ここって、なんかお墓みたいな。サーバーファーム、プラス、納骨堂っすね。これが、納骨堂？なんせ東京は土地ないんで、最近流行ってます。あと余談ですが、ドアがロックされた上、武装霊が複数接近中っす。それ、もう少し早く言ってくれない？てか入ってくる前にロックしてくれや。この墓石、硬い？一応落ちたんすけど。硬いな。じゃあこうだな。いやー、また山村さんちの墓が。違うと思いますよ。絶対に違う。反対側の出口を目指してください。それまでにロックを解除しておきます。いやこんなわけわかんない道どうやって反対側に行くんだよ。しかもまた山村さんちの墓で戦おうとしてる。いやー、山村さんちのやつが特に硬くて持ちやすいんですよ。いや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 、全部同じだよ。しかもこれ視聴者さんから教えてもらったんだけど、貞子って本名山村貞子っていうらしいぞ。何の因果でしょうか？たばる、墓らし。あ、また内田の墓がある。いやお前そんなこと言ってる場合か？まあ、味で出口どこだよ。迷路になってる上に周りが全部墓だから全然わかった。出口だ、脱出だー。ここ、入ってきたとこじゃない？山村さん、出口どこですかね？教えるわけねえだろ。ごもっともで。いやでも山村さん家の墓は盾にもなるんで全然銃弾当たりませんわ。それも無敵じゃん。お墓にお花を備えしておきますね。それを今お前は振り回してるの。いやさすがに後ろからの攻撃は防げないからやめてもらえますか？こうやって見たらマジで墓がサーバーになっとる。まあ、考えましたよね。それにしても出口どこだよー。目印あっても迷路になってるから全然たどり着けないんだわ。今自分がどこにいるのかもわからん。お、あれあれ、来たー。いやマジで長かった。ここ、入り口じゃね？あ、さあ、あとは黒幕たちをぶっ潰すだけだー。まずは誰かなー。あ、どうもどうも、すごい場所に部屋があるんですね。毎回毎回あのサーバー室通ってここに来るんですか？大変ですね。ま、もう道熟知しちゃってるか。っていうか、誰？このおじさん。そんなもので私が倒せるとでも、今まで何百という銃弾を浴びてきた私にナイフ一つで。審議官、少々お時間よろしいでしょうか？5分程度なら。
しかしまあ、本省の警備は、さすがに硬いですね。苦労しました。完全に、お前が悪者だな。まあ、こうなると思ってはいたが。前列左から2番目の隊員が、私の上だった。へえ、そうだったんですね。それはそれは。お悔やみ申し上げます。どうかね、昨日までの同僚を殺した気分は。昨日までの同僚に殺されかけたので、まあトントンですね。屋上にヘリ止まってますけど、なぜ逃げないんです？周囲のビル屋上に、スティンガーを構えた自衛官が配置されている。伊田総理の指示だろう、逃げ場はない。じゃあ審議官も捨てられたんですね。口封じってやつですか、市民に口なしですもんね。そもそも顔も名前も大衆にさらされた状態で、ヘリで逃げようが大した時間稼ぎにもならん。すべて、終わったのだ。まあ元気出してください、そのうちいいことありますって、あ、ないか。船渡計画に私は、霊夢官僚としての全リソースを注ぎ込んだ。幾年にもわたる資金調達、綿密な各所への根回し、そして迅速な実行と後処理。ここ本当に職場か？すべては国民のために、例外に怯えず暮らせる未来のために。まあ、綺麗事だこと。それを通りがかりの、私服の趣味が、極めて悪い平職員に、一晩で潰されたのだ。私服の趣味が悪い？かわいそうに。ま、自業自得ってやつです。ということで、まだ名前出てない関係者、全員吐いてください。バズりやすいよう、縦画面で撮りますので。おお、めっちゃ今どきっぽい。早く言ってください、売っちゃいますよ、いいんですか？え？なになに？ふんふん。私立西洋小学校、3年2組、男子9番、指導義彦くん、あなたのお孫さんですね。連れが用意したワゴンで、すやすや眠ってます。え？ふんふん、なるほど。誰と喋ってんの？ちょうど今、寝返りを打ったそうで、お孫さん赤ちゃんなの？子供の魂ってね、基本的に悪用化しにくいんですよ。まず怨念を抱けるほど、自我が発達してないですから、お孫さんとの写真か。ただし生前に何か、こう、この人も孫に恥ずかしくない生き方をして欲しかったよ。身体的、あるいは精神的苦痛を、長時間受けたりすると別です。孫は関係ないだろ。西賀村のじいさんばあさんには、孫がいないとでも思ってたんですか？同じことです。これで少しは犠牲になった人の気持ちが分かったんじゃないですか？そもそも違法幽霊増加の根源は、高齢化や経済悪化に伴う孤独死や自殺の増加。あなた方の仕事は、それらをどうやって防ぐか考えることだった。限界集落をゴミ箱にして未来のために、は、お言葉ですが頭が湧いています。先輩、マジで子供さらったんすか？話し合わせてくれる？嘘だったんか。はったりに決まってんだろバカ。あれだけ大掛かりに村の存在を隠すなら、相当な数の妖精組織や企業を動かしたはず。まあサーバー室から転送したデータで、大方裏は取れるでしょうが、確実な証拠が欲しいんですよ。それじゃあなんか、パンチ弱いんですよ。あの事件といえばこれ、って、一生ネットでこすられる、強烈な自白映像を残したいんです。すべての代議士と官僚の皆さんに、あと50年くらいは PTSD に苦しんでいただきたいので。言えば孫は解放するんだろうな。そもそもさらってないし。西賀村の、213名に誓って。わかった。だが時間切れだ。ポインターが2個に。くそ、口封じされたか。容赦ないね、あんたら。君、射撃うまいね。まあ、別に録画してなかったし。小日向、お前か。そんでお前は、大事な時に勘が鈍いね。おかしいな。市民が歩いてる、口封じされないんですか？現政権が船渡計画に関与した痕跡を、残らず抹消したいのなら。それを持っているであろうあんたは、真っ先に消されているはず。いい質問ですね。ありがとうございます。まず俺が握ってる情報は、船渡計画だけじゃない。今録画させてほしい。霊夢局所属ってのが、そもそもカバーだからな。ミャンマーでの戦争犯罪隠蔽、政敵の暗殺、収賄、談合、その他もろもろ。政権を後誤解はひっくり返せる、激アツ情報カードがあんだよ、俺には。何者なんすか、あんた。そんな情報にアクセスできる素敵な職場って、どうおこだ。牛丼屋かな、おい。内閣情報庁。正解。そっちが俺の本職ね。内閣府のコーヒーはまあ味でうまいぞ。こいつ政府のものだったのか。というわけで、それらの機密を黙っておく。プラス、白霊霊夢の暗殺遂行と引き換えに。顔、声、名前を変えて、再スタートする権利を得たってわけ。また逃げんのか、こいつは。もうとことなく役ですね。救いがない。商売上手ですね。まあ霊夢賞は、今回の件で解体は決まりだろう。私も解雇ってことですか？お前は解雇どころじゃ済まないから。除霊要請は各自治体と民間に、丸投げってところか。もちろん予算のない地方は、地獄を見るだろうが。儲かりませんからね、この仕事。その分、大都市圏の移住者は増加する。
大体、人口が1億キロ売ってんのに、田舎まで面倒見るってのが、無茶な話なんだよ。政府の人間がそれ言っちゃダメでしょが。東京さえ来てや、この国はまだなんとかなる。あ、今の炎上発言ですよ、間違いなく。東京に全幅の信頼を寄せてるの、死んでも治らんタイプのカッペですね。あ、はは、確かに。今ちょっと悔しそうな顔しましたよね、ね。やれ。あ、ちょっと、さすがにこの数は。なんか動け、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 なんか動け。丸岡、頑張れ。なんか動いた、コーヒーメーカーからコーヒージャッコジャコですわ。コピー機も動いた、みんなそっちに聞い取られてるかも。丸岡、グッジョブすぎるぞ。いて、い、だえ。めちゃめちゃいろいろ動いてるわ。丸岡、礼は言わないからな、素直じゃないな、もう。だあ、もう、やっとけよ。あ、おい、小日向が逃げたぞ。くそ、黒幕が逃げたぞ。おい、おい、いや、お前しかいないから、おうの。こんな大勢に囲まれて私ってばモテモテ。いや、これ顔出したら速攻を打仏だろ、どうすんだよ。先輩無茶言いますけど、小日向課長はなるべく生け捕りで。あいつなんて少しくらい撃っても死なないだろ、地獄の底から舞い戻ってきそう。だいぶ無茶、それは、統治法にしてるあたりで、かなり無茶だってこと伝わるでしょ。ちょっと言ってる意味がわかりませんが。てかマジでどうすっかな、このままじゃ机に穴開きすぎて原型なくなるぞ。よくもまあ開きずにボン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 撃ってくるわ。じゃあ手榴弾のプレゼント差し上げますね。さっきは初でしたが次はどうなるか。オッケー、二人はやったか。あとはあいつ、だいぶ数も減ったし顔出してもいけんだろ。よし、撃破。しかしまあ、ここ本当に職場か。職場にカジノあるぞ。完全に遊びに来てんだろ。ということで誰もいなさそうなんで強行突破。普通に誰かいるみたいですけど、ここまで来たら無視ですよ、無視。屋上の敵を断滅せよ。小日向逃げたのこっちだよな。屋上にヘリが来てた。あれで逃げる気だ。っていうか想像以上に悪党だったな。あい、痛い痛い、たた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 た。こっちの視界に入ってない場所で撃ってくるな。一旦戻ります。いや、下にも敵いますから。そうだ、さっき完全に無視してこっち来たんだった。参ったな。誰かどこでもドア持ってきてくれない。一気にヘリに向かうから。もうすぐそこなんだから自力で頑張れ。そうだ、目くらましだ。今だー。ってなんで私はここでホップ前進してるんだよ。それはこっちが聞きたい。しかも全然目くらまし聞いてない。やばいやばい、死ぬ死ぬ。はい、再びの帰宅でーす。もう何分ここにいる気だよ。いいかい、マリサ。なんだよ、カットしてるから数分じゃない、数十分ここにいる。そんな威張っていうことじゃないんだよな。目くらましで速攻を。なんか建物に当たっただけの気もするがおー。目くらましの意味まるでなし。はい、帰宅帰宅。なんなんだよあいつ、全然弾当たんないんだけど。もう無理やり行くからな、行っちゃうから。はい、帰宅帰宅。もう小日向だってこんなに待ってくれないよ。さすがに逃げるよ。そうだな、まずは目の前のお前、そして次にお前、そしてそのまま奥のお前も。手前の人どこ行ったんだ。あまりの私のポンコツっぷりに移動したのかもしれない。敵に同情されてるじゃねえか。まあ、その判断は間違いだったけどな。なぜなら私がヘリに到着してしまったからだ。おい、小日向、開けろ。いや、ヘリに乗ってない。追いかける方向間違ってないよな。どこ行ったんだあいつは。小日向、乗ってんだろ。いやマジで乗ってない。え、なんで。う、霊夢、霊夢。う、嘘だろ霊夢。おい、はは、最後の最後でやっちまった。おい、小日向、お前。まあ、そういう時もある。お前、あと少し、あと少しだったのに、小日向が、逃げちまう。このままだと顔も声も変えられて、二度飛ばせなくなる。おい、霊夢、しっかりしろ、霊夢。あやねちゃん、ごめん、やっぱり私、ポンコツだったわ。霊夢。レーダーロック。は？神務長のヘリ？神務長、どんだけ賄賂積んだと思ってんだよ。神務長にも賄賂積んでたのは命中。おい、埼玉やられたぞ。神務長のアパッチ撃っていいのか。上に確認を。そんなことしてる時間はなさそうですな。神務長の子たちは少し髪が長いのね。かっちょい。おい、霊夢、小日向をやったぞ。おい、霊夢、出血が。ああ、そういえば、そういや白霊、今日から2年目か。はい、そうですね。いろいろあるけどさ、陸自の頃より楽しい？仕事。楽しい、っていうか。打つのが生きた人間じゃないのは、楽ですけど、この仕事って、意味あるんですかね。どうした急に。いやだって。一体一体、ちまちま除霊してても、悪霊が増える速さに、全然追いつかないし。多少汚い手を使ってでも、何か根本的な解決が、必要じゃないかって。課長って、本省では、除霊政策課にいたんですよね。もし何かアイディアあるなら、自分やりますよ。
お前さ、汚れ仕事やるんで指示ください、なんて主体性ない奴に任せる悪党いると思うか？今はただ目の前の仕事に集中しろ、先に上がるぞ。お疲れ様です。頑張れ。白霊。霊夢をこの作戦に入れなかったのは、邪魔だったのも多少あるけど、もしかしたら小日向の優しさだったのかも、しれない。はいどうもー、泡麦ひえでーす。誰、こいつ、YouTuber？ はい、ということで、今回はですね、リクエストが非常に多かった。滋賀県三熊町の岩くつき廃工場にお邪魔しちゃってまーす。あ、心霊スポット紹介系 YouTuber か、そういうのやめた方がいいと思うな。なんとこの工場、50年ほど前に16人が事故で亡くなったそうで。そういうの面白がってきちゃダメなのよ。霊夢症の特定霊外区域となっておりまして、遺族すら立ち入り禁止の激アツスポット。じゃあなんで遺族じゃないお前がここにいるんだよ。現在時刻はですね、もちろんみんな大好き午前2時。視聴者ですらやめとけって言ってるぞ。出るでしょう、これは。出なきゃ訴えるまである。まあ出るのは確定なんで、会話ができるのか、催涙スプレーは効くのか、などなど、いろいろ検証していきたいと思いまーす。ああ、何があっても知らんぞ。こんな建物、放置し特養性が悪いですから、私がやらなくても、誰かやりますよ。それじゃあ、入っていきましょう。皆さんも部屋、暗くしてみてね。うわ、マジで廃工場じゃん。そうだこれ、一応ホラーゲームだったわ。うわ、マジで真っ暗じゃん。当たり前か。ちょ、久々になんか怖い。特撮のロケとかで、普通に使えそうだよね。近畿霊夢局序盤くらいの、緊張感があるなこれ。うん、なんか見えるぞ。なんだこれ。なんだ、これ。なんかの車輪。車輪、なんのだろ、いや止まんないで、怖いから。とりあえず進もう。マジでなんかの車輪だな、こんなでかい車輪、本体はどんだけでかいんだ。ちょーとまーって。めっちゃ血ついてるって。血？うわ、マジだ。え、っていうかこの血。最近ついたやつじゃない？マジ？最近ここで、殺人。じゃー、ほんとに出た。サタコじゃねえか。ぶって。え？ヘルメット。めっちゃ真面目なサタコだった。やだー。いややだじゃなくて、ヘルメットかぶれよ。なんならサタコの方が正しいこと言い、サタコー。あー、YouTuber の人ー。え？何？大丈夫？あー、引いちゃったわ。もしかして、霊夢じゃねえか。近畿霊夢局です。お前死にたいんか？いや、あんたが引いたんや。どうしてここに？それな、お前生きてたんか？ま、殺しても死ななそうだもんな。お前は、あ、これ引いたところライブされてたん、壊しても無駄じゃない？あ、スマホ。あーじゃないが、いや、手出すの早。悪霊を生配信したら、スマホにも視聴者にもつくだろうが、まあ、それは言えてる。でもそんなすぐ殴らなくても。でもこの廃工場、リクエストめっちゃ来てて。それはそう、私がクワカゼ出しまくったから。何？お前一回死んで喧嘩っ早くなった？死んでないから、地獄から舞い戻ってきたのかと。至急、バルチャーから近畿、イクマの廃工場、インシデント発生。バズ狙いの配信者が無断侵入、例外により負傷、最寄りの病院まで搬送予定。例外により？操縦により場内の幽霊が多数活性化、市街地に広がる前に空爆を要請する。負傷者搬送の件、了解。え？課長って。空爆についてですが、その工場、解体費用の負担をめぐり、県と庁がまだ係争中で。霊体法13条緊急条項。特定霊外区域内への無許可侵入が、違法幽霊による危害を受けた場合、第一に人命救助を実施した後、地域管轄局の裁量により、建築物の撤去または破壊を許可する。先輩。最初っからそれ狙いで、配信者焚き付けたんですか？そのための福岡か。おい課長閣下、課長なんだから、課長っぽく話せよ。やっぱり丸岡、昇進したんか。まだ二日目っすよ、勘弁してください。まだ二日目なんかい。小日向は禁煙中でも、部下に投げる用の灰皿、机に置いてたんだぞ、どんと構えろ。ま、私課長っていう器じゃないからね。じゃあとりあえず空爆で、あらかじめ飛ばせておいた、アパッチがこちら。こちら麻雀でボロ負けしたハンター1、2分後にも荷物を空域到達。負傷者を爆風圏外まで攻走する、その後の合図で、前頭投げ払え。
了解、これでチャラだよな。そうだと言ってくれ。自分、ここ立ってる意味あります？もう課長もやっちまえよ、霊夢が。課長はすねないの、自治体と法相への事情説明って晴れ舞台は、ちゃんと残してあるから、それやりたくないやつ。負傷者届け次第直帰、あと月曜有給取得します、良い花金を、異常白霊。とんでもない話だが、私と丸岡は職場復帰した。暴動後の暫定政権で、敵の椅子に味方が座ったのもあるが。西賀村事件を暴いた二人を檻に入れておくと、世論が収まらないと判断したんだろう。何がムカつくかというと、実際のところ、小日向も指導も正しい、綺麗事だけじゃどうにもならないのも事実。全国の霊夢機関が、1年で除霊できるのは、2000から3000体。同じ年に違法幽霊は、1万体以上発生する。全然間に合ってない。キリがないのは分かっている、一公務員で同行できる問題ではない。だが今の私には、除霊を続ける明確な動機がある。現世から葬る魂、その一つ一つを。最下は綾音の捧げ物として、命ある限り、送り続けることだ。そのために、配信者焚き付けて一気に幽霊爆破か。
よかった、本当によかった。なんで泣いてるんです？さややちゃん、私がいなくて寂しかったんでちゅね。そんなことないもん。はぁ、それにしても今回の仕事は大変でしたわ。ちゃんと報酬ももらってきましたよ。え？この仕事量で10万は安いのでは？いやマジじゃねえか。危険手当、危険手当ももらわないと。